例えて言うとですね、まあ、よく柔道や空手で、本当の実力はその級だとか段ではないんだけれど、まあ、認定という形で、例えば黒帯扱いにするというようなことが、まあまああるようには思うんですけれど、まあ、名誉的にも。そうすると、カイロ大学を卒業したということが、まあ、結局書類上は少なくても残っている。ただ、実質的、あるいは実力的、力としてカイロ大学を本当に正規に卒業したのかというと、やはり違うんじゃないかと。まあ、あくまで認定みたいな形でカイロ大学卒業扱いというような、そういう扱いだったのではないかなって私は推測してるんですよね。